俳優の木村拓也、50、が9日、パーソナリティを務む、ル、東京 FM、木村拓也フロー、日曜前11.30に出演。後輩グループのエピソードに驚く場面があった。番組にはマン、リーゲストとして、トラビスジャパンの宮近海と、中村会人、75、係か,か達也が登場。トークの中で、スノーマン、ストーンズの2組が、 同時デビューを発表した時に感じた悔しさについてだ。二組は2019年8月に東京ドームで開催されたジニーズジュニアのコンサート内でデビューを発表。中はまさか二組同時にデビューするとは思わないじゃないですかやっぱりその時とかは裏での発表を見た時に僕たちのメンバーも泣き出てましたし他のジュニアの子は アゼンとテテとその衝撃の大きさを明かした。同世代グループとして3組は一緒にライブをやるな。切磋琢磨し合っていただけに、宮金は1回きり公演の MC で2組だけデビューが発表されたってだったのでと解雇。それを聞いた木村は、それちょっとボディーブローとしては相当効くねと共感した。さらにトラビスジャパンはそのコンサートで で、優遇を発表した二組と同じ楽屋だったそう。七、三係が楽屋にその後戻っても、なかなか、と等を振り返ると、木村は、すごい状況を作るね、驚いていた。